ようございます。おはようございます。今日は検診です。トイレ行くとき教えてね。朝の最初のおしっこ取んなきゃいけないから、いいですか？おしっこ出る？茶色いコップにおしっこするの。うわーって。お三歳児検診お疲れ様でした。どうだった？また行きたい。また行きたい？めっちゃ緊張してたよね。お名前なんですかって言われてさ、ごっくん。ちっちゃい声で言ってたよね。お名前なんですか？ごっくん。何歳ですか？5歳。いつから5歳になったの？うん、5歳になったの？うん、おーい。今日検診行ってない。え？検診行ってない。今日行ったじゃん。めっちゃ泣いてきたじゃん。え、泣いてないよ。ゴーさんはね、めっちゃ泣いてました。身体測定の体重と身長を測るときにお洋服脱いで、じゃあ測りますよっていうときに、あー母ちゃんって泣いてたの誰？ゴー。ね、ゴーさん、今タオル持ってきた。では検診の結果を発表しようと思います。まずは体重。体重は 13.4kg。身長が 91.0cm。 これ今お母さんに言ってるんだ。はい。耳の異常はなし。耳の検査はなんか家でやるささやき声とか、なんかこう指をこすったりする音がちゃんと聞こえてるかを検査する簡単な検査だけなんですけど、それは全く問題なかったです。あとは予防接種をしっかり受けてますかっていうことを聞かれて、ボス手帳を確認しながらお話ししてっていう感じですね。ちょっと移動します。母ちゃん、人だけができるね。幼児身体発育曲線っていうのがあって、今日は3歳のカメラ1号いた。カメラ1号いた。うん。どこにいた？うん、注射に。注射？今日注射やってないの？え、いた。夢見たんじゃないの？あ、で、その発育曲線ってやつのちょうど3歳児の真ん中。ありがとう、カメラ。問題ないってことでした。あと目の検査があったんですけど、目の検査やったじゃん。あの目の検査はこういうなんか、うん、こんぐらいのカメラみたいな機械があって、はい、そのカメラがなんかピカ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 光るんですよ。そのそこをずっと見てやる、ほんと簡単な検査なんですけど、それで出た結果が、あーちょっと、もしもし、それで出た結果が、左の目が若干内側に寄ってる、要は斜視疑いっていう形で結果が出てしまいました。ほら、ブリゴー。ゴーの場合はもう赤ちゃんの時からちょっと左目がそういう傾向があるのかなと思って、1歳と2歳の時に検査したことがあって、でもその時は正常範囲内っていうことで問題ないっていう診断だったんで、まあ斜視ではないんだろうなと思って過ごしてたんですけど、まあ、今回こういう結果だったんで、またもう一回検査に行ってみようかなと思います。でも本当なんかこう、その結果がこうなんかグラフみたいになってて、ほんと正常範囲内からほんのちょっとだけはみ出てて、今日見てくれた先生もまあ多分違うんじゃないかなとは言ってたんですけど、ライトを目に当てて、そのライトの位置がちゃんと真ん中に来るかどうかで検査したりするんですけど、それも見てもらって、まあ多分違うと思うけど一応専門の人に見てもらってくださいっていうことで行くことになりました。ございますか？来ました。なので今度行ってみて、またその結果もお伝えできればなと思います。何やってんの？いいですか、ごさん。はい。今度は泣かないでできますか？でもなんか目の検査が一番最初にあって、本当に超緊張してたんだよね。ね、
めっちゃ緊張してて、やっぱまあしょうがないじゃないですか、ちっちゃい子だし、知らない大人の中に行ったら泣きたくなっちゃうのもわかるんだけども、すごいうーってなりながらこらえながらの検査だったんで、まあね、頑張ったよね。でその後の身長と体重で結構わーって泣いて、でその後はでももう大丈夫だったね。先生のお話と、あとあれもしもしとかしてもらったよね。お腹見てもらったり、お口あーんしたり、あと最後の歯医者さんのところでも泣かなかったよね。おじいちゃんだったけど、うん、ね、全然平気だったよね最後ね。こんにちはって言った。こんにちはして、お口あーんしてね、うん、以上こんな感じで今日は3歳児健診は無事に終わりました。ばぶりぶりじゃあごお疲れ様でした。大丈夫こんにちは、ありがとうございました先日目の検査にね行ってきました。ゴーの目の検査ね、うん、頑張ったね。でその結果からお伝えすると、斜視ではありませんでしたね。そんな開いてなかったね、うん、泣かなかった、泣かないで頑張ってやった。で実は2回病院に行ったんですけど、2個病院行って1個目の病院では両目の内斜視だろうって言われました。全部の検査を正確にはできなかったんだけど、まあ、最終的にライトを当ててその黒目の位置、ライトがちゃんと目の中心にあるかなっていうので斜視かどうかを見るんだけど、内斜視かなーみたいな感じだったので、ちょっと正確性がどうなのかなっていうちょっと思いがあって、でちょっともうちょっと病院調べてみようかなと思って、斜視専門の先生がいる病院を見つけてそこに行ってきたんですよ。2回目ね、本みたいな、本読んだよね。そこでも視力検査と、あとなんかいろんな検査あったんですけど、こう2つの両方の目で1つのものをちゃんと見れてるかとか、わー両方こう目の位置確認したりしてくれて、でそんなに視力も問題なさそうっていうのと、そのやったテストは全部クリアしたんだよね、うん、うん、で終わって診察行って、で実際に斜視専門の先生にお会いして、いろいろ検査して、また先生の方にもライトを当てて見てもらったり、あとフラッシュを焚いたカメラで写真を撮ると、その黒目のライトが黒目の真ん中に映るかどうかを見るやつもやってくれてね、写真撮ったよね。そういうのもやっていろいろ細かく調べてくれて、で結果その先生は斜視ではないっていうことでした。でゴーの場合はここのこっち側の内側の白目が、なんかおにぎりみたい、ね、ここの幅が広い分見えないんですよ。だから寄り目がちに見えるんですけど、今のところ斜視の心配はないっていうことでした。こう頑張ったよね、うん。ゴーはさ、視力検査のメガネをかけるのが嫌で嫌で、ふーふーってなってたよね、何回もね、かーちゃーんって言ってちょっとぐずっちゃったから、私が抱っこして一緒にやったんだよね。ちょっと緊張したよね、うん、でもお姉さん優しかったね、うん、ね、だからちゃんとできたよね。まあ、ひとまず今回の結果は斜視ではなかったということで一安心なんですけども、ちょっといろいろ気をつけながら生活していきたいなと思います。それではバイバーイ。今度はさ歯医者行こうね。やだなんで